花園橋にある河川名標フラノ川9号橋より上流型。フラノ川は北海道上川総合振興局中央部を流れる石狩川水系の一級河川。空地川と共にフラノ盆地を形成する中心河川であり、フラノの地名の由来にもなっている。また空地川の支流では足別川に次いで2番目の規模を誇る。 空地群上富良野町の十勝岳の西側斜面、全十勝岳と三段山の狭間に源を発し、北西流する。源流部で、いくつかの河川を合わせ山地を降り、荒井牧場付近で、ピリカ、富良野川と合流する。間もなく、富良野盆地へ入り、盆地北部から南へ下ってゆく。上富良野町中心部で、エホロ干物川を合わせ、空地群中富良野町へ入る。 東側にあるぬっかくしフラノ川と波流して、盆地北部を進み、フラノ市に入ると、ぬっかくしフラノ川がベベルイ川に合流し、それをすぐにフラノ川が合わせる。河川幅が大きくなったフラノ川は、フラノ市街地の北側を囲うように西へ流れ、渋け牛川を合わせ、ガクタ山区付近で空チ川へ流入する。流域の大半が山地である足別川に対し、フラノ川は盆地を流れる。 特性上平地が流域の6割以上を占めている。流路延長4 0 2トルのうち、有水の沢川合流地点より、下流3 5 7トルが一級河川に指定されており、指定区間はすべて上川総合振興局、旭川建設管理部の管轄である。1995年度に桜包みモデル事業の認定を受け、堤防に、 桜の高木が植えられている。中間でラベンダー畑で知られるファーム、富田や田畑を通る。アイヌ語のフラヌイに由来する。水源に当たるトカチだけの用を指したもの。かつてはそのままフラヌイ川とも呼ばれていた。かつ火山を水源としている特性上、かつては火山の噴火によって上流の泥水が盆地へと押し流され危険な状態にしばしばさらされていた。 1926年5月24日の十勝岳大噴火の際には高温の噴出物が残雪を溶かして大規模なラハールが発生し130名近くの死者を出した。河川水は酸性となり二次支流の濡過区市フラノ川と共に魚の姿が全く見られなくなった。そのため当時フラノ川はイオウ川と呼ばれていたという。 上富良の周辺では明治40年頃に開拓による増電が始まった。だが夏季は流量に乏しく、富良の川、ぬっかくしフの川においては、水が必要な時期に観点が10日間続けば、水不足に陥り、下流部からの請求を受けて、考えを交代で行う状況にあった。そのため農業用水をめぐる農民間の争いが起こり、水利権の出願が相次いだ。 利害調整機関として1908年に、フラノ川用水組合が設立され、早くから農民を組織していた。増田の動きは、大正時代に入ると本格化した。当初は、フラノ川と支流のペッペルイン川、ぬっかくしフラノ川の三河線流域に発達していたが、次第に、中フラノから下フラノにかけてのデータンチを大排水事業により、 工作地下使用という動きに転じ、下フラノ周辺の住民が中心となり1917年にフラノ土工組合が設立された。排水事業が進むと、1921年7月に中フラノ周辺住民を加えたフラノ用水土工組合へと発展。フラノ川東山河川のみでは不十分であるため、空地側へと水源を求めるようになった。 一方こうした動きに対抗し、上富良野では、富良野土工組合設立と同じ年に、富良野水田用水組合会が組織されたとの記録も、ある。前日の通り、早い段階から水利権を設定していた、上富良野側にとっては、こうした動きは、既得権侵害と受け止められた。中富良野、下富良野側も開拓進展による水量減少に悩まされており、上流部における、 無願づくり殿や気象条件次第で水門が閉められてしまうことに対し不満が募っていた。1923年7月、水利圏をめぐって両者が衝突する31号の石合戦が起きた。寒天続きでフラノ川、ぬっかくしフラノ川が減水し、初旬に下フラノの組合委員が上フラノにあった水門を破壊した。上フラノ川は、 修繕を繰り返し水門番を置いたが、両者の交渉はやまず、下旬には負傷者が出る事態となった。7月26日に水の分配を時間交代で行う胸の協定が行われ人静化したが、水利権をめぐる対立の深さを示す事例となった。右予曲折を経て1925年4月には、上フラノ、中フラノの水量配分の円滑を目的に、 草分け床組合が設立され、組合対立は和解に至った。河川改修の進む富良野川・富良野川は、盆地内で激しく蛇行しており、中流部では危険水域になると常時避難準備に追われる状態であった。上富良野町島津に住んでいた水谷人志郎は、特に蛇行の激しい地点に家を構えていたことと、所有地内に設置されていた。 取水堰堤が川の水をせき止め事態を悪化させていたことから水位が危険な状態になり町長や消防団が集まってきた際に放水路の改削を頼み築堤を破って流路を直線化させた水谷が全責任を負っての決断だったが幸いほとんどの水が支障なく流れ出し水位も下がったこれを契機として周囲で 放水施設を求める署名運動を行ったところ、役場側は突如、富良野川流域3自治体に及ぶ大規模な改修工事の計画を提示した。これは陳情者側の予想をはるかに上回るものだったが、当時の革新的な政治情勢から、この計画はしわたたく間に知れ渡り、反対派が各地から旭川土木原業所へ集合する事態にまで発展すると、 解決を望む陳情者側は賛成派に、回り道や土木原業所と共に退治した。結果として賛成派の中上流地区から着工を行うこととなり、水谷の住む島津地域にて1953年より河川改修が始まった。この事業は2035年度の事業終了予定で、現在も継続中であり、80年以上にわたるスケールとなっている。 内容は掘削、築堤、護岸整備など多岐にわたる。蛇行した流路を丸ごとほぼ直線化した上で築堤し、蛇行した流路や河川敷は埋め立てて、工作地とした。その結果と地利用もかなり整理がなされ、反対派だった地区も次第に改修が進んでゆき、下流の末端部に至るまで整備されている。富良野盆地開拓以来の主要河川である富良野川と、ぬっかくし富良野川は、 前述の通り水量不足と河川水の酸性化という二つの問題を抱えてきた。戦後間もなくして食料を増産が唱えられるようになると、これらの問題を解決することは必要不可欠であった。中ラの地区では上流部にダムを求めるための規制会が1954年1月に設立され、上ラのでも草分け土地改良区の呼びかけにより、 同年7月12日に、高毒防止促進規制会が設立された。1955年になると2団体は、連合規制会を発足させ、治水対策を求める陳情を行っていった。その結果5年後頃には、上流部のピリカ、フラノ川にダムを建設する案が浮上するが、経済効率が低いとみなされ一旦は棚上げとなった。その後も運動は続き、 さらにその最中で起きた1962年のトカチダキ噴火が契機になり、計画が具体化する運びとなった。当初は清主府ダムという名称であったが、実施設計過程で日清ダムへと変更され、1966年に着工。1974年8月8日に竣工した。一方、日清ダムの南西、コルコニウシベツ川支流の九号沢川には、 日の出ダムがある。こちらは、河川上流部が、陸上自衛隊上フラの演習場となって以来、敷地内が荒廃し、高雨時の洪水、寒天時の流量減少が問題となったことから、防衛施設周辺対策事業による保障施設として、建設されたものである。百六十八年度より、水量調査に着手、百七十三年に建設が決定し、 1982年度に完成した。1962年の噴火以降は、1963年から1984年にかけて、砂防ダムの建設も相次いでいる。泥流の拡大を抑えるための底型港も1981年から1988年にかけて整備され、防災無線などの情報伝達手段もこの頃に形成された。 1988年12月16日には、再び、十勝岳が噴火し、これを受け北海道開発局と北海道は、火山泥流対策基本計画を策定した。国が、翌年度創設した火山砂防事業の推進もあり、年度内に土砂を貯留する1号ブロックダム2号、ブロックダムが、相次いで完成した。1991年9月12日には、 当時日本最長の堤見町544メートルを誇る富良野川10日型1号ダムが完成し、噴火時に上流部で土砂をふるい分ける役割を果たすこととなった。翌1992年に4号10日型ダム、1993年に3号10日型ダム、2001年に2号10日型ダムが完成し、現在は4期体制で、停流・土砂災害に備えている。 花園橋より上流方、フラノ川とベベルイン川の合流地点に一致支流のみ、上流部より記載。太島一級河川川口付近フラノ川15号橋より、上流方上富良野町百年市1.01。02、河川と水系事業外用河川事業アイヌ、ゴチメリスト平田ホロナ上富良野が誕生してから80年続。 ガキの頃の思い出と、昭和11年頃の街並み上富良野町百年市3.04、02、商品作物への取り組み平成22年度事業実施一覧、日の出ガムについて上富良野町百年市7.06、03、防災体制の整備事業外要査防事業。ありがとうございます。